です。ヒートアイランド飛び飛びで、一番毎日ドキドキです。ヒートアイランド飛び飛びで。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで今回なんですけれども、12月の9日の0時になった瞬間、ロックスター公式が一つのトレーラーを発表しました。約1分近くあるトレーラーなんですが、一緒に見ていきたいと思います。で、フランクリン・クリントンとその仲間たちというテーマになっていて、なんとフランクリンがオンラインに出てくるようですね。で、その内容をちょっとずつ止めながら見ていきます。見慣れない建物あります。もちろん大型アップデートでおそらく販売されるんじゃないでしょうか。で、このロゴもかなりかっこいいですね。では話題になっていたドクター・ドレミュージシャンが参加するということで、もう実際にこれから出てくるんですが、フランクリンのオフィスみたいのを構えることができるようです。またスーパーカーもパッと見ただけで 5,6 台近くありますね。 1,2,3,4,5 かなりかっこいい車両、実車ではこの車両に似てるんじゃないかなっていうのね、ぜひ分かる方いたらぜひコメントください。こういった車両1台あたり200万ぐらいすると思いますので、ざっと見ただけで6台 ×200 万で1200万はかかると思います。続いてオープンカーもあるようです。またケツがランボルギーニっぽい車両がね、すでにありますね。この場所なんですけれども、ロスサントスの大学のちょっとね南側にあるパーリーピーポーがいそうなね、すごいねこうピンクとか緑のネオンが激しいところの豪邸ですね、プールがあるところ、ここにスーパーカーなどが集まって何かイベントをやるような感じのようです。ここにもね、もともとあるチーターとかもあるっぽいんですが、やはり新車両2台、白と紫、手前にね目立ってますね。このトレーラーに出てくる車両がほとんどスーパーカーというイメージがありますので、まあおそらく金がねかなり使うんじゃないかと思います。今12月14日に出ると言われていたんですけれども、これ公式では12月15となってますので1日伸びます。ただここですね、やはり DJ ブースのような感じだったりとか、パトリオット、リムジンとか、まあ、高級志向な集まりっていう感じでしょうか。かなり金がかかるような気がします。ここの施設をね、もしも買うことになったらめちゃくちゃね高いんじゃないでしょうか。まあ今までにね一番高い建物とか、まあ乗り物系で言ったらやはりクルーザーで1000万とかいったと思うので、まあそれぐらいの予算を見てれば購入できるんじゃないかなと思います。またナイトクラブのようなこのモニターをたくさんね用意して、で一括でねなんかね管理するようなビジネスもあるっぽいです。まあ、おそらくストーリーに出ていた、ミッションがちょっとね、グレードアップとかしてくるんじゃないかなと。また高級志向とはまた別の部分ですね。これフランクリンの街あたりのギャングのね街並みが結構映し出されていますので、2つのテーマでやっていくんじゃないかなという予想です。ここに出てくるベニーズの車両とかギャング車両とかも、バゴスとかもねギャング車両ですね、出てますので、まあおそらくねベニーズのアップグレードの車両がもし追加されてたら結構ね夢広がりますね。またこれ見慣れないものあります。ドクター・ドレーが参戦するということで、グランドピアノっていうのかな、ピアノがまさか GT オンラインに出てくるのかと。またこのね、スタジオ、こういったものもねもしかしたら一部入れるのかもしれません。こういった感じでフランクリンをテーマにしてるんですが、大きなねビッグなゲストがね来るっていうことらしいので、まあお金結構やっぱりかかるんじゃないかなと。まだまだトレーラーが出てまだ数分なので、こうやって一緒にね見ていますけれども、何か気づいた点あったらぜひコメントください。このキャラクター誰々に似てるよとか結構あるかもしれません。去年の大型アップデートのカヨピリコ強盗のアップデートでドクター・ドレイ一部出てましたけれども、今回は完全にねドクター・ドレイとして出てますので、楽曲も追加されると思います。ラジオにはもちろん入ると思います。またここに出てくる女性とかも新しいキャラなんでしょうか。というわけで12月15となってますので、日本時間では12月15日のおそらく17時以降からまあ、20時の間ぐらいに来るんじゃないかなという予測です。変更あればまたお知らせします。で、ニュースワイヤーの内容なんですけれども、改めて今まで12月14日かと言われてたんですが12月15となっています。そしてフランクリン、
フランクリンが出るということは、この右下の犬も出るんじゃないかということで、まあちょいちょいね、もしかしたらね、アニメーションとかね、ところに、ムービーとかに出てくるかもしれません。今回の大型アップデート、フランクリン・クリントン&パートナーというね、テーマになっているようです。で、信頼できるパートナーなどと、契約をすると。で、その中でいろいろなビジネスをやれるようです。また、ドクター・ドレーミュージシャンが参戦するということで、楽曲がね、大幅に広がると思います。街の反対側では DJ プーがフランクリンにエキサイティングな、潜在的なクライアントである、要はドクター・ドレーと連絡を取り合うということなので、ドクター・ドレーがちょこっと DJ として出てくる可能性は高いですね。またただのね、音楽を提供だけではなく、ドクター・ドレーに関したミッションもあるような感じですね。フランクリンの街並み、そしてホットなパーティー会場、要はあのね、パーリーピーポーが結構いそうなところ、卑劣な邸宅から FIB のオフィスまで、そしてフランクリンエキスパートハッカーの今に参加する間、ロサントスを通るワイルドな陽気な乗り物を準備してくださいとあります。盗まれたね、ドクター・ドレーのトラックを確保するような感じのようですね。で、そして武器が追加されることがもう分かってます。まず一番上、 EMP ランチャー、まあ、おそらく車に向かってね、撃つと車が破壊される、まあ、燃えたりとか、まあ、停止するっていう感じでしょうか。また左下はダイヤモンド、高級な車両が装甲車両になってますね。で、右側は新たなオフィスのような感じになってます。今回は合法的なビジネスと言われています。なので今までの大型アップデートにあったような、まあ、強奪する的なものというよりも、正規なね、まあ、手順という感じで何かを取り戻すようなね、感じなのかなと思います。何度も言いますが、配信日は12月15となっています。まあこれ日本時間でずれる可能性あるんですが、今回のトレーラーが発表されたのも日本時間でちょうど0時だったので、ちょっとどうなるかなと。またこれね、新しい武器まだまだありますね。スタンガン、これはカジノ強盗とかでも、あったと思うんですが、結構ね、敵とかに撃つと痺れてしまうという感じですね。またデュボーシーチャンピオンという車両が見えてます。今回は速報という形で60秒ぐらいの、このトレーラーを、ゆっくりねちょっと見ていきました。より詳しくこんな発見があったよとかあったら、また動画で、ね、お知らせしておきますので、ぜひ参考にしてみてください。大型アップデートはおそらく3000万ぐらいはね、必要となりますので、今できるお金稼ぎ再生リストから参考にしてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。